藍住町は徳島県北東部に位置し、伊野郡に属する町である。阿波藩では江戸時代から明治30年頃まで藍染めが盛んであり、藍住町もその例に漏れず阿波藍の主要産地であった。現在でも藍染めが町の特産品して知られており、藍という町名の由来となっている。町南部には資料館、藍の館があり、そこでは、 アワーイの歴史を知ることや藍染め体験が可能である。また、室町時代の阿波国主語細川市と三好市が本拠地とした、かつ水城石や、徳島県第一号店である大型ショッピングモール、夢タウン、徳島なども主な名所である。徳島市の中心駅である JR 徳島駅より、車で約30分という立地の比較的な良さ、そして、 町内全域が平地となっていることからの宅地開発がしやすさから徳島市や鳴門市のベッドタウンとして宅地開発が進んでいる。藍住町の人口は約3万5000人と徳島県内の市町村では小松島市に次いで6番目に多く、これは町村だけでは四国一を誇る。過去10年の人口増加率は10%と北島町や石井町と 並び徳島県で最も発展している町の一つである。さらに四国地方で2035年まで人口増加が予測されている市町村は藍住町と香川県宇多津町のみである。町民の平均年齢は44.8歳と、これは全国の市区町村と比較してもかなり低く若い世代が多いためかっきに溢れた町であると言える。 南北に二つのバイパスが完成しており、特に藍住町内の東西を横断する徳島北環状道路沿いの大型ロードサイド店舗の出店が著しいため今後も町の発展が予想される。前身の藍園村と住吉村が合併した際にそれぞれの頭文字を取り、藍住町という名称になった。藍住町の南側の徳島市との境界には吉野川が、そして 北側の板野町、鳴門市との境界には旧吉野川が流れており、藍住町内はこれらの河川のデルタ地帯である。そのため山はなく平坦であり、全域が過重地となっている。南を流れている吉野川は四国三郎の異名を持ち、日本三大藪川に数え上げられている。そのため、江戸時代以前から藍住町内でも、たびたび洪水を起こしてきたということが知られている。 それゆえに吉野川の藍住町付近の地点には、治水事業として、1752年に吉野川大10席が設置されている。それ以前は、現在の旧吉野川が、吉野川本流であった。河川産地合併後の最初の1955年の、国勢調査では1万544人であるが、その後は減少し続け1万人を割った。 九百六十五年の国勢調査では最低人口の九千七百二十六人を記録したが、その後は徳島市のベッドタウンとして宅地開発された結果、増加に転じ九百八十五年の国勢調査では二万二千六百十九人、二千年国勢調査では三万人を突破して三三万百六十八人、二千十五年国勢調査では三万四千六百二十六人を、 記録している今後も2035年頃まで、藍住町の人口は増加し続け、3万6000人弱まで上ると予測されている。町民の平均年齢は44.8歳。町内には警察署はなく、北島町にある徳島伊野警察署が管轄し、消防署も北島町にある伊の東部消防組合が管轄している。町小型商業施設である。 夢タウン徳島かつては大豆の産地として知られ、それを原料として味噌の醸造が盛んに行われており、全国的にも知られるようになった。町内には若年層の人口が多く、町立中学校は2つ、町立小学校は4つ設置されている。徳島県立徳島北高等学校賞、随吉家使いしぶみ、ありがとうございます。